中島近隆5月28日から1992年5月31日は日本の海軍軍人。海兵54期。最終階級は海軍中佐。1905年5月28日北海道札幌市に上問や中島亀吉の三男として生まれる。麻布中学を経て1923年4月。 海軍兵学校54期に入校。1926年3月27日、卒業、赤字4番の恩仕組みであった。同期に中山貞義がいる。海軍通信学校校等科を主席終了。浅間乗組として二度遠洋公開に参加し、少位候補生の指導に当たっている。第五水雷戦隊を呼び、 第三戦隊の各通信参謀を務め、足柄に上艦して、イギリスに赴き、ジョージ六世大艦記念艦艦式に参加した。帰国後海軍大学高校修学生を卒業。軍令部第四部休暇会員。1941年9月、第二艦隊参謀に捕食された。12月8日、太平洋戦争開始。ミッドウェー海戦前、中島は、 1> 第1航空艦隊主席参謀大石保つに対して、インド洋作戦で第1航空艦隊が資金弾を受けたので、空母の集中運用が危険であることを指摘したという。1942年7月14日、再編された第3艦隊の通信参謀に着任。横須賀鎮守夫婦。第3艦隊参謀時代。連合艦隊参謀時代。 前列左四人目から、連合艦隊司令長官、小上ネ一自重部官、佐藤自三郎、連合艦隊参謀長、福留茂。1943年11月15日、連合艦隊情報参謀。1944年3月、パラオ大空襲。パラオの連合艦隊司令部は、米軍上陸の可能性があるとして、 脱出を決定。中島はこの時、パラオに敵上陸の可能性なしと主張したという。この空襲で米軍に上陸機とはなかったが、脱出した連合艦隊長官と幕僚は遭難した。同年春、米軍との決戦に備えたアゴー作戦において、中島は漠然と敵の攻略目標はマリアナではないかと考え、5月末の美役来航で、それは、 確信に変わった。中島によれば、マーシャル来航時の通信状況によって、ニミッツの攻略に対する実力を知り、小賀長官時代の連合艦隊司令部は、米軍が日本槍で進行してくると考えていた。しかし、4月以後の新連合艦隊司令部は、中央の判断に基づいており、自分とは状況判断が異なっていた。通信上は、 ニミッツの線が非常に高まり、北方に儀伝がある頃美役に来航、通信上は、ニミッツと全然関連がないので、構成はパラオではなくカローリンの線より、北側との判断がはっきりしたという。しかし、連合艦隊司令部は、南寄りという判断が強かった。5月末の美役来航で、連合艦隊は、アゴー作戦戦力を美役に投入し、今作戦を提案した。 ビアクは絶対国防権ではなく作戦命令方針にも反するものであったが中央も自己承認して今作戦が実行された。しかし同作戦中に連合艦隊は6月11日のマリアナ空襲を受け敵にマリアナ攻略の基礎があると判断し13日や合作戦を実行した。ビアクライ工事 マッカーサーの部隊とニミッツの部隊と通信上全然関連がないので近くニミッツによる攻略作戦がカロリン諸島より北方に行われるであろうと判断していたその後一時北方の通信状況が活発となり小笠原諸島など北寄りに来航するのではないかとの判断もあったが6月10日頃にはこの兆候もなくなりマリアナとの判断になった そして11日米機動部隊の来襲により、いよいよ、マリアナ攻略に来たぞと判断した。当初は、司令部の作戦担当者は、必ずしも私の判断を全幅信用していなかった。ため込作戦の処置から見れば、矛盾はあるが、11日には、私の判断を、司令部は信頼して、長い作戦参謀が、決戦用意の発令について軍令部と何回も、 電話連絡していたのを記憶しているという。1945年4月25日、県海軍総大参謀。8月15日、終戦。11月、予備役に編入。公職追放を経て、後、厚生省援護局審査第二課長を務めた。連合艦隊作戦室から見た、太平洋戦争、著者紹介、日本海軍のおごり昇降軍。 第3章勝利の女神が去りかけていた戦士総書43ミッドウェイ海戦417ページ、杉田和嗣、情報なき作戦指導、原三百329ページ戦士総書12、マリアナ沖海戦324の325ページ、戦士総書12マリアナ沖海戦530ページ、公職追放の該当事項は、海軍中佐。ありがとうございます。